久保佳代子、遠藤翔造のゴルフ対決ショートホールでーす。ショートホールで対決しますが、はい、ハンデをやっぱいただかないと、私絶対当たり前だけどね、勝てるわけないんで、ね、ハンデ4。ちょっと待って、ちょっと待って、ショートホールやね。ショートホールで4曲げる。いやだって私がもう、さっき収録の時はちょっとね、はい、1打目調子良かったけど、うん、それ崩れる可能性もかなりあるんですよ。4ね。で俺が仮にパーで上がったら7で引き分け、うん、7はいけんじゃう。 6？ いやいいよ別に。いやじゃあ4でいいよ。じゃいいでしょ。いいよ。じゃあ、うん、もう俺 もう20何年やってるから。じゃあいいよ。そうですよ。もう芸人界 1,2 をね争うというのことないで。で俺がもしそれで勝ったらどうなの。4も上げてんの。いやでもそれはハンデだから、4も上げてんでは違うけどね、その言い方は。ハンデはまあもちろんもらえます。今の実力差があるんでね。4で、じゃ大久保さんが勝った場合何がしましょうか。何なんか欲しいものとかあります。プレゼント、おしめか。おしめ赤子が、赤子いませんでしたっけ。おしめか。いやいや、もう赤子じゃないですよ。もう小学校1年生になってます。赤子じゃないんですよ。そんななりますか。むしろ俺のおしめのこと言ってるのかな。もそんな同い年だからね。もう言うてもまあね、介護がね、52歳ですからね。からね、だから大久保さんが勝ったら、これからゴルフどんどん、うん、やっぱやっていきたいと思うから、うん、あの前の堀健さんと一緒じゃないけど、うんうん、行きたいゴルフ場。なるほど。僕招待します。プレゼントという形でね。もちろんもちろん、はいはいはい、もう食事付き、食事付きで、なんだったらもう送り迎えまでしてあげます。わもうそれが一番いい、うん、それ最高でしょ。もうそれしていきます。じゃあ俺買ったら、遠藤さん買ったら、うん、何してあげましょうかね。何やろ俺。もう欲しいパンチラ100連発。いやいらないっす。いらないっす。100ですよ。いやいらないっす。もう途中から多分本当にすいません。俺1ゾーンに入って。 俺もう1もいらないっす。ゾーンに入りますよ。パンチラハイにならないっすから。俺そのゾーンに入ってうわーってならないっすから。ならないか。どうしよっかな。俺が買ったら、うん、なんかあれば全然。私千秋ちゃんと仲いいんで、千秋ちゃんと私と遠藤さんでご飯に行くとか。いや大丈夫、それ本当大丈夫。いや全然大丈夫。仲いけてない、いけてないでしょ。ごめんなさい、今ので本当に俺ちょっとブレる可能性あるわ。久々に聞いたな今。同級生だからやっぱり。いやそうやね、同級生やもんね。同級生だから。いや俺だったらちょっと、うん、僕の指定する、うん、焼肉屋さんで飯を奢ってます。あ、そうなんでいいですか。うん、いいですよ、ね、全然。家まあまあ近所なんで、うん、あ、本当。そんなに遠くないところで、いい焼肉屋があるんだ、うん、あの辺にね。あれ美味しいとか。オッケー。じゃあそれでいきましょう。いいよ。いきましょう。実測104ヤードぐらいでした。あ、実測っていうのがあるんですか。125ヤードなんですけども、うん、打ち下ろしてる分22ヤードぐらい打ち下ろしてるんで、うん、まあ100ちょっと。4やもんな。まあ、言っても大久保さんまだパターとかにもちょっと難があるから、乗ったとしても見えてますよ大久保さん。こんなぐらいだったっけな。もうナチュラルにパンチラしてますね。久々やわ俺パンチラって。ほんまに行きます。はい、お願いします。リラックス、リラックスステップ。うわー、うわおい、うわおい、おい、マジか、おい、やばおい、おすげえ、一番いいんじゃない。うわちょっとめっちゃええとこ行ったやん。でもちょっと向こうだな、あのパターン難しいかも。ほんまにナイスやわ。ほんまにナイスやわ。もうものにしたかも。ちょっとほんまにすごいっすね。いやちょっとものにしたかも今日。ちょっと待ってや、オン、おいおい、これね、やべえ、頑張ってください。やべえ。いやだけど本当にあの旗近く落とす可能性あるもんね。いやでもあそこから 6で、うわちょっとマッチマジか。確かに、ね、いや俺 バーディー欲しいよな。ゴーはもな、ね、はいはい、マジというか大久保さんマジでいや埋まってるね。今日はね本当おかげだわ。すげえわ。じゃあ行きます。うわー、ちょー、もう根元行ってくれ根元。うわ
ゴー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 、どこに落ちる？短いか？いや、まあ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 っすね。うん、まあでも、はい、似たような距離か。似たようなとこっすね。こっからだ。うわ、これ俺ワンパットとシックスパット。うわ、厳しい。厳しい。いや、でもまだわかんないよ。シックスぐらいは全然もう。いや、厳しいぜ。勝てそうだ。大久保さんすごいわ。いや、これはちょっと今日遠藤コーチ1日来てもらってこんな変わるかね。なんかが確かに結びついたんだろうな、これに関しては。ここでやったら、ここでやったら勝てるよ、このホール。本当？だってもういいイメージしかなくない？ない、確かに。すげえな。いやー、あとでもパターですもんね。パター勝負、パター勝負、パター勝負がな。よし、じゃあ結局何もものにしてないからな。いや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 、でも6で入れればいいってこと？6で入れて7でしょ。だから5で入れたらもうほぼほぼ勝ちますよ。5で入れ、もう変な話じゃ刻んでいけばいいってことだもんね、あそこまで5で。いや、 OK なしだからね、これもそうなったらね。いいですよ、 OK なしね。6パットはないやろ、さすがに。いや、俺多少俺この辺でミスるかなと思ってんけどな。そうか、ハンデ多かったかな、ちょっと。いやー、くそー、もらいすぎたかな。いや、もうしゃあない、男に二言はないよ、もう。そうっすか、がぜんやる気出るでしょ。くっそー、まあ、2だな、2で入れないときついな。いや、俺もね、距離はね、ぴったりなんですよ。うん、あ、そう。でも初めてじゃないですか、オアシスとココリコが、うん、こうやってゴルフ対決とか。いや、ほんと、あんまり絡みなかったと思う。ほぼほぼ、ほぼほぼ同じ世代なんですよ、うん、年齢も一緒だし。そう、あんま劇場とかはね全然合わなかったし。合わなかったでしょ。そのバラエティでも確かに、まあ、ちょこちょこね一緒にさせてもらってましたけど、うん、こうなんかがっつりみたいなのは。しかも50過ぎてからこんなゴルフの番組でね。ほんまやな。ゴルフやってるなんて20代の時それが想像した。想像もしてないよ本当に。いや、うわー、ちょっと待ってね、これどっちが遠いやろ。あ、そっか、私の方が遠いか。あ、ちょっと遠いですね。じゃあ私から。大久保さんからお願いしていいですか。もちろん。こんな無理しなきゃいいんでしょ、だって。まあハンデをね、どこまで生かすかですけどね、うん、でもそれだと申し訳ないから、なるべく。いや、いいですよ、好きにして。なるべく狙っていこうかな。後ろでしたっけ、前、後ろね。で、一回。いや、でも分かんない、乗っちゃってるから。乗っちゃったよ。パーでいけるかも。いや、もうパーやったらもうほんと読んでね、こういくのかな。もういいですよ、大久保さん、もうん、入れちゃって解釈してくれてもいいですよね。え、もう気持ちよくちょっとパーでもう終わるってパターンもあるよ、これ。結構強めに行ってよかったもんな。いきます。うわ、おい、これあるよ、これ。うわ、うわわわわ。いや、ナイスタッチじゃない。何、ナイスタッチ。そして私はまたマークですかね。マークですね。あれかな、ちっちゃいマークかな。ちっちゃい、はい、ちっちゃい。これ大久保さん普通にパーで終わるんじゃん。そしたら初かも。ショートホールパー。ちょっと待てよ、もうこれ入れるしかないもんね。入れるしかないよ。ちょっとね、多少ラインが気になるんですけど。で、いきますね。はい。ちょっと使っちゃおうか。お、あ、そっちか。うわあ。なるほど。フックか。これ大久保さんの方が遠いですかね。私の方が遠いか。じゃあ私行きましょうか。これもう 俺先やっちゃった方がいいか。本当に気遣っていただいて。いやいや、いいですよ、いいですよ、もう。マジっすか。おー、はい、ありす。ナイスパーだ。ありがとうございます。遠藤さんです。大久保海子初パーですよ。いや、これね、いや、ちょっとプレッシャー。これマジパー決めて、初パー、うん、これもうなんか俺どうせやったら決めてほしいわ。ちょっとまっすぐまっすぐ、うん、ちょっとこう気持ち、でももうほぼまっすぐやで、これちょっと登ってる気持ちね、気持ちね、うん、
そんな気にしなくていいね。ちょっと敵やけど、うん、もう こうなるともうここほんまにここでいいと思う。このぐらいか。え？いきます。やった。やった。うわあ！パーパー！パー出た。すごい今日すごくないですか。パー出た。え、初パー、初パー、人生初パー、初パー。これはもうね、僕も本当にもう負け認めますよ。ナイスナイス。いや、これはすごいわ。いや、今日すごい、本当にありがとう。本当すごい、本当にすごいわ。パー出た。綺麗だったね。上がってアプローチしてね、ここ、うん、いや、ワンオンしてツーパット、もう一番綺麗なパーですよ。これだったら勝てる。勝てるよ。っていうか、なんでこれハンデ4も上げたんやろ俺。いや、でもナイスパー。いやこれはすごい、ありがたい、うん、これはすごいですよ、遠藤コーチ。いや、俺なんかもう、ま、負けても今のは気持ちよかった。そうね、本当に気持ちよかった。グダグダね、やるよりもうパーで、うん、パーやもん。パーで勝った。すごいよ、ね、初めて見た。本当ですか。大久保さんの初パー。本当に初パー。本当にこんな見事なワンオン初パー。全部完璧でしたよ。確かに。これちょっと感覚掴んだんじゃないですか。掴んだかも今日、本当に。パーの喜びちょっと味わってますよね、今。いや、めっちゃ味わってる、本当に。今日もう本当美味しい赤ワイン飲んじゃう。赤ワイン開けちゃう、家で。開けちゃう、ね、開けちゃう、いいやつ開けちゃう、本当に。いやすごいすごい。これがちゃんと本当に体に入ってればいいけどね。次やった時にもちゃんとできるようにね、うん、そうだね。日々練習していただいて。もう面白い。でも本当今日一日でこんだけ変わってるから。いや、すごい。もう遠藤コーチ、いやいや、もう本当にありがとうございました。あ、いや、大丈夫です。違う、大丈夫ですよ。違う角度の、うんうん、ありがとう。全然大丈夫です、ありがとうね。もう本当にもういいよ、もう52歳なんだから、そのしなくても。そうね、悲しくなったら言ってね。悲しくなったらやめるから。まだ大丈夫でしょ。